名村、早速ですが建築学生の皆さん、将来どんな生活をしているか、予想できますか？建築学生は潰しが効くと言われてるんですけど、就職先は実際どんなのがあるかっていうのを、事例を交えながら紹介していきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、じゃあ3段階に分けて紹介していこうと思うんですけど、まず1つ目っていうのが一般企業に就職する人ですね。でその中でもまず1個目が設計をやりたい人。この設計は衣装設計、構造設計、設備設計とかに関わらず全部の設計ですね。でその就職先っていうのが1つ目が組織設計事務所っていうのがあります。この具体的な例は日建設計とかそういうのがあって、組織設計事務所っていうのは、衣装構造設備に関わらずいろんな設計者がいて共同で設計をやっていくっていう感じですね。で2つ目アトリエ事務所。このアトリエ事務所は具体的な例で言うと、名前のついてる人の名前がついた何々設計みたいな感じで、例えば熊さんの設計事務所とかね、そんな感じで、このアトリエ設計事務所っていうのはデザインに関した設計をやってることが多いです。で3つ目がゼネコン工務店ということで、このゼネコンっていうのは設計から施工までを一貫してやる企業のことを言うんですけど、具体的な例で言うと清水建設とかがありますね。で今まで言ってきた組織設計、アトリエ事務所、ゼネコンとかこの辺の設計部に行きたい人は大学院の進学っていうのが結構必須になってくるんですよ。なのでその辺に行きたいって思ってる人は大学院進学も視野に入れてみてはどうでしょうか。で次に、人と会話が好きな人が就職に向いてるところっていうのが1個目がハウスメーカーっていうのがあります。でハウスメーカーの特に営業なんですけど、建築の知識がたくさん必要なんですよ。で文系の人は営業ってイメージがあるかもしれないんですけど、理系の専門性の高い知識を持った営業の人っていうのが最近は、必要になってきているので、ハウスメーカーの営業っていうのも建築学科から行く人は多いと思います。具体的な例で言うと大和ハウスとかがありますね。で次がデベロッパーですね。このデベロッパーっていうのは不動産関係の仕事なんですけど、不動産の知識っていうのも、都市計画とかですね、都市計画が好きな人がデベロッパーになると合ってるんじゃないかなと個人的には思ってます。で建築学科で学んだことが他に活かせるっていうのが魅力だと思いますね。で、就職先三菱地所とかがあると思います。まあ、たくさんあるんでデベロッパー興味ある人は調べてみてください。で次 3D ソフトとかPC 関係が好きな人っていうのが、就職するといいんじゃないかなと思うのがデジタル空間の設計とかがありますね。デジタル空間っていうのはゲームとかアニメ、映画の街並みとか、まあ、皆さん画面の中で目にするような建物、街並みですね。でその内部をデザインしたり外観をデザインしたりということで、未来の未来っていう映画皆さん知ってますか？でこの未来の未来の住宅っていうのがサポーズデザインオフィスの谷尻誠さんが設計をした建物なんですけど、実際にはなくて映画の中だけで使われている建物ということで、でもこの設計に関して実際に模型も作って検討したりって結構本格的な設計をちゃんとやってるんで、この辺に興味がある人はぜひ調べてみてはどうでしょうか。で次に 3D デザイナー、フォトショッパーとかレンダリングをする人っていう仕事もあります。でこの辺は建築のプレゼンに絶対必要になってくるのが建築のパースとか CG だと思うんですけど、でこれを作る人ですね。でまあお金の話になってくるんですけど、噂で聞いたんですけどプロになるとパース1枚20から40万ぐらいで、契約をするっていうようなのも聞いたことがあります。でまあここまでの設計が好きな人のいろんな企業とか業種を紹介してきたんですけど、建築学科の人は結構ねデザイン関係でどこにでもいるんで、こういう理由から潰しが効くって言われてるのがあるんじゃないかなと思ってますね。で次2つ目なんですけど、2つ目、僕はここを目指してるんですけど、建築に限らないデザインをする人、これ代表的な例は琴のデザインとかですね、この琴はたくさんあるんで具体的には言えないんですけど、コンサルっていう職業かなんか名前か分かんないんだけど、その辺を目指す人がいたり、あと家具とかインテリアのもののデザインアーティストとかがいますね。で好きな僕の家具とかインテリアデザインの人、元木大輔さんっていうんですけど、写真貼っときますね。この人はかなり面白い作品を作ってるんで興味ある人は見てみてください。はい、で次にプロダクトデザインをする、建築学科卒の人もいますね。商品とかそのパッケージとかその形とか
のデザインをする人、いろんなプロダクトデザイン、なんか製品を売ってる会社のデザイナーって感じですね。結構どこにでもあると思うんで、建築学科卒の人がどこにでもいるっていうのもここからも来てると思います。で、次に CM 撮影とかミュージックビデオのデザインをする人、ちょっと曖昧で分かんないよって感じなんですけど、名前、職業の名前で言うとアートディレクターっていうのが近いかなと思いますね。企画とか構成力とか管理能力とか、そういう総合的な能力が求められるとこなんで、この建築に限らないデザインをする人っていうのはね、そういう能力って言っても全体なんですけど、いろんな能力を伸ばすっていうのがここに行きたい人の、ポイントなのかなと思ってます。で、最後3番目なんですけど、3番目、変わり種の仕事をする人たちということで、ここはね結構面白い人がたくさんいるんで、ぜひ最後まで見ていってほしいんですけど、1つ目がまず写真家、建築の発信に関して大きく関わってるのが建築の竣工写真だと思うんですよ。メディア、雑誌とか動画とかに出てる写真は全部竣工時のできた瞬間の写真ということで、その建築とは何かとか、設計者の意図はどういうものなのかとか、そういうのが理解できる、ちゃんと理解できるのが建築学科卒の人の、メリットになってくると思うんで、そういう建築学科卒から写真家になるっていうのも、あるんじゃないかなと思ってますね。で、次が音楽制作者っていう人もいっぱいいるんですけど、卒業設計ですね。卒業設計がかなり要因になってると思うんですけど、いろんなとこからアイデアを引っ張ってくるんですよ。で、その時になんか建築と音楽の関係性とか、自分の新しい興味、音楽に対する新しい興味に火がついてこの道を目指す人っていうのが少なからず、いると思いますね。で、3つ目、芸能人意外とね建築学科卒の人って多いんですよ。その理由何なのかなって思ったら、多分口が達者なことなんじゃないかなと思ってますね。で、自分の思ってることっていうのを相手に正確に伝えるっていうのが建築学科卒の人の力として身についてるかもしれません。で、具体的な人で言うとアンガールズ田中とかジローラモがいますね。はい。で、次で最後なんですけど、この最後は僕の研究室の先輩にいたんですけど、声優がいますね。で、結構有名な事務所に行ったんですけど、なんで声優になったか、それはめっちゃ渋い声だったっていう。はい。と、まあここまで建築学科の就職先将来について考えてみたんですけど、建築学科はね潰しが効くって言われてるんですよ。で、それなぜかって考えたら、やっぱり人よりも考えて、伝えること、プレゼンテーションするっていうことが得意っていうか練習してるからだと思ってて、これは設計の授業の影響だと思ってるんですよ。で、だから今はなんとなくやる気が起きないとかね、あんまり成績が出ないからやりたくないっていう人がいるかもしれないんですけど、将来自分のやりたいこととか、行きたい道がね見つかった時に、この潰しが効くように役立てるように自分の能力を鍛えて設計を頑張ってみるっていうのはいかがでしょうか。ということで、今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。